おはようございます。今日、まあグラウンド悪かったんで皆さんあの整備ありがとうございます。今回は、ショーレイ TV イベントということで、MVP 賞または景品付きのやらせてですけどそういうあの回でございます。今回、まあ先に言っちゃうと MVP 賞で GS グローブっていうオイチャンネル走るオイチャンネルっていう YouTuber いるんですけど、彼らのメーカーの GS グローブとスパイクのセットをプレゼント MVP 賞で、スパイクはサイズがあるんで5で発送になるんですけど、グローブはもうあのスパイクで着てます。じゃん、外野手は正面用にこちら MVP 賞ってことでちゃんとこうプロも手を振る MVP 賞ってことで他にもあの参加者の方で MVP 賞というか、個人賞を出してくれまして、こちら群馬県で担当するブラザー TV さん、藤川さんです。ブラザー TV の T シャツ3枚ダメこれじゃん。こんなんかな。はい。はい。わあ、時間だ。時間。ジート、ジート。はい。色がちょうど。上に上げて選んでもらう。ショーヘイズの初代4番のフレッチ。はい。彼が何できる。イーストンのリストバンドを持ってきました。ありがとうございます。番組向けするもので。19歳。そしてこの。めちゃめちゃあの硬派な感じでね、シュンさん、はい、シュンです、はい、シュンさんがセバット、おー、軟式用の岡本選手モデルの軟式用バットを持って出してくれましたので、はい、まだあるんですよね、まだあるんですよね、まだあるんですよ、あ、ディオさんもね、ディオさんはオーダーグラブ、ディオのオーダーグラブ。死ねと言ってるけど一番死ねですよね。一番やべえ。一名どこどんどん言うの、さやまさんとさやまちゃんというお茶がある、それを今回用意しているので、ヒット打った人、さやまちゃん1本にお茶をなんかよし、なんかワンちゃん赤字の彼からさやまちゃん10本さやまちゃん10本じゃねえわ。はい、そんな感じでなんかあります、無理よ。はい、よろしくお願いします。お願いします久しぶりなんで1回募集後で、はい、お願いします。はい、はい、次いきます。はい、まだボールもらえますよ。前。バットいる。行こう。で、好きなとこ入ってください。どうぞ。
超人ラストイニング。超人ラストですよ。頑張ります。はい、頑張って。楽しんで。いいピッチングができるように。いいですね。いいよいいよいいよ。はい、ということで実況は私良平が務めさせていただきます。かっこいいオープニングいかがだったでしょうか。はい、試合始まって先頭ユーコンが平峰さんを打ち取ります。はい、続く2番バッター強打者鈴木さん、これ引っ張った打球またもセカンド三浦さんがしっかりキャッチ、ファーストちょっと送球取れるもユサさんしっかりと踏んでツーアウト、強打者鈴木さんも打ち取ります。3番新出さん、さあどうだこれストライク、いやユーコン球速くなったよな、やっぱナイスピッチですね。はい、ここでどんどん甘く入ったボール、これセンターヒロとかオウもわずかに取れず、必死に思った球は抜けて、これはどこまで行くか、あの追い方だとホーム来ちゃうか、二塁回ってここでヒロトがやっと送球を返しスリーベース、いや新出さんナイスバッティング、ここでね、いきなりピンチを迎えることになります。はい、続いてユーポン VS 太田さん、1,2,3,4 全員浜松ですね。これまたもフラフラーと上がった打球、セカンド三浦さんしっかりと取ってスリーアウト、ピンチをしのぎます。この回全部セカンドでアウト取ってますね。ショヘズ先頭はユーポンから、いやー太田さんいいカーブですね、これはそう簡単に打てないんじゃないかと。これも変化球カーブかな、落ちる変化球しっかりとキャッチャーを抑えて変化球を振らされてユーポン三振となってしまいます。2番は良平となります。これインコース、いやーこれ無理やり打ち行ってピッチャーゴロ、完璧に詰まらされてますね。クレイジーピーさん、ここからチャンスを作ることができるか、ツーストライク追い込まれていますが、これ痛いけれどもツーアウトから出塁となります。4番は初代からずっとクリッチー、これ叩きつけて跳ねる、そしてファーストはセーフ、クリッチナイスダッシュ、4番らしくはないですけどね、叩き、いやナイスバッティングですね。チャンスで甲子園ボーイ5番にオッチョさんが入ります。翔平図参加するたびにどぎつい打球放ってるんで、この日も期待しています。これがハーフスイング、ただスイング手は上がらず3-2となります。これ外れてフォアボール、これでただセカンドランナーは、いや三塁ショットですね、フルカウントから選び満塁となります。6番強打者ボーリング大好き粕谷くん、これ打った、1日30ゲームボーリングをやるパワーはこれライトナイスキャッチで得点許さず、次回中編になります。本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャショヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります、チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。